よいしょ、おしまいだった。あそこを登れるかだよ。あそこを登れるかが問題だ。よっしゃ、一挙にあそこは一足で登っていく。立つ。よっしゃ、オッケー。なんのことはないね。ヒルクライムとは呼ばせないんだ。おっと、逆にこっちの方が危なかった。二足の方がコントロールしやすいんだよな。これは一足。すごいな。登れるか。ガイだ。よし。これはひどかったな。久しぶりにひどい呼吸した。しかもこの坂、もう一回下まで行くか。荷物取ろう。荷物取ればだいぶ大丈夫だと思うな。よいしょ。あんじゃないか。斜め走りを使えないよね。斜め走りを使えないので、スマホが壊れたんだよ。どうだ、うわ、スマホが壊れちゃって。右倒しで行くか。行けるか。なんじゃこれ。よし、これで持ってきて、で荷物が危ないんで荷物を退避して、素直にスタンディングで行くぞ。
オッケー。ちょっと待て。このまま上まで行こう。上まで行くか。上まで行くかって、あそこからまだあるわけね。よし、うちの上まで行こう。このままこのまま上まで行くぞ。オッケー。この辺だっけ多分。しゃ、あ、こんな感じ。もう終わり。いや、最後に登りがあったよね。あ、終わっちゃってる。いつ終わった。やった。お、しっかー、ごめんね。シカさん、もうこんな時間に入ってく林道バカはいないよなと思ったらいましたね。スローワインに目覚めたかな俺。日暮らしが鳴いております。まだこれからだっけ。いやいやいや、もう忘れない。
二足だった。息子は一足に入れてしまったが、その道みたいな感じ。Thank you.